あの、関ヶ原の戦いってみんな聞いたことあると思うねんけど、あん中に若マブ物語隠れてた。みんな知ってる <laughs> まず、一シャン対、こう、徳川ファムの戦いやねんけど、その一シャンには親友がおってマブがおってんな。で、つぐやんっていうかやねんけど、あ、二人のアイコンはこれな。で、二人とも、こう、豊兄の直々の後輩、世話になってる後輩で、まあ地元も一緒で仲いいみたいな感じだったけど、二人とも性格真逆で、こう、一シャンは、こう、めっちゃ仕事できるし頭いいけど、堅物で不器用みたいな。 でこうつぐやんは「ええー、みたいなこうみんなから好かれる人気者みたいな感じやってんなで一んはこうみんなにこうみんなからして「ちょ一斉の言い方なんなんマジで」みたいな「あいつの制作やってられんわ」みたいな感じやってんけどつぐやんが「まあ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 あいつほんまいいやつやねんそれお前も知ってるやろ」みたいな感じで制作頑張ろうみたいな感じやってそれでなんかまあ歩んでてんけど豊兄がめちゃくちゃスタバ飲むの好きやってんな。 月一でマッチフラペチーノみんなで回し飲みしようみたいな風習があってんけどそのつぐやんはちょっと病気をしてしまってこうスカーフみたいな巻いてんねんけどつぐやんがこうフラペチーノ飲んで次の武士に回した時に次の武士がなんかつぐやんの病気移りたくないみたいな感じでこう飲んだふりだけしてこう回したんよ。でそれをつぐやんが見てしまってうんみたいな感じやってんけどその一社の番来た時に一社が「はあ何が?」みたいな感じでパーンって飲んで「おかわりください」みたいな「もう一周行きましょう」みたいな。 感じやってなでそれをこうつぐやんはこう、とこう一生まぶなって思った話があるぐらい2人はもう親友みたいな感じやって2人とも大人になって頑張ろうみたいな時に継ぐやんに連絡来て一ちやんからでなんか一ちゃんが「いや豊に亡くなってでも俺西軍で頑張ろうと思ってて徳川ファームとちょっと戦おうと思ってんねん」みたいなこう言ったらつぐやんが「お前マジでやめとけ」って親友やから言ってたけどお前負けるぞ。 今の徳川ファムの勢いお前知ってるやろ」みたいな言ったけど一斉は「いや俺もう帰る気ないからこの気持ち」みたいな。でもうつぐやんが「お前の性格俺が一番分かってるや」って言ってほんまはこう徳川ファムの方で戦わなあかんかってんけどこの一斉の方に行ってで最後もう病気がひどくなってしまってもう目が見えへん状態やったけど一斉と共にもう最後までこう戦ったっていう話があるね先関ヶ原の戦いって。 もうギャルかららしたらマジみたいな戦国時代マジみたいな感じでもうすごいホットだなって思ったんですだから1600年「石田三成むちゃくちゃやけど目が離せん」っていうなどう